あ、こんばんは。はじめまして、シニア作家 OFC の松本と言います。リズムパーパスの岡崎と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度全国大会出場決定おめでとうございます。で、インタビューで一つこう聞いていってるんですけども、リズムパーパスっていうチームは。どういう選手が集まってその今のチームが出来上がってるかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、はい、所属自体が35名選手がいまして、もちろんそれぞれ仕事を持ちながら、はい、毎週木曜日の練習と日曜日の練習試合と、まあ、公式戦をこなしながらですね、はい、活動をしております。で、私自身も昨年東京の方から帰ってきまして、はい、加入をさせていただいて、はいはい、楽しくサッカーをさせていただいているという、まあ、エンジョイサッカーチームです。はい、別にそのどこどこ高校とか何々大学出身の人らが集まってっていう感じではないんですね。ないですね。はいはいはい、はい、よし、ありがとうございます。まあ、次に全国大会に向けての意気込みというか、どういう気持ちでね、教えていただければ。はい、出雲自体がですね、島根県自体がオーバー40で初出場となりますので、はい、はい、どこまで通用するか分かりませんけれども、思い切ってまずは初戦というか、まず1勝を挙げたいというか、みんなの気持ちで。ありがとうございます。で、はい、あとチームで注目選手みたいな、この選手はちょっと活躍してくれるだろうなって思うような選手がいれば教えていただきたいんですけども。はい、中国大会もですね、守備が非常に固くて、そこが強みなんですけれども、ゴールキーパーのですね、はい、加藤亮太選手、はい、よく声が出て、一番40歳と若いんですけれども、はいはいはい、すごく勇気があるというか、はい、元気な選手です。おー、そこがチームの魅力ですね。はい、はい、ありがとうございます。で、ま、チームを例えばまとめるためにこう苦労したこととか、あと、工夫したこととか、そういう何かあれば教えていただきたいです。そうですね、私去年からキャプテンをさせていただいて、あまりチームとして練習試合とかですね、してなかったもので、島根県リーグに一部に所属するかなり格上のチームとですね、毎週のように練習試合を組んでいって、はいはい、そこでやっとみんなの意識と戦う気持ちと意思統一ができたんじゃないかなというふうに思っています。やっぱり中国大会はだいぶ厳しい戦いでしたか。そうですね、広島さんに、なんとか粘って1対1、はい、山口さんに0対0と、はいはいはい、いうところ、なんとか準優勝というところ で、 ですね、はい、かなり厳しい戦いでしたけれども、25人の選手フル使ってですね、はい、なんとか戦っていう状況ですね。ということはやっぱり監督さんが、キャプテンさんが今言ってたみたいに、ゴールキーパーの人も中心となってこうディフェンスをしっかり頑張って最少所失点に抑えて、勝利につなげたって感じですね。そうですね。で、これからね、サッカー全国大会も あるんですけども、パーパスさんのサッカー自体が、どういうサッカーを目指してこうサッカーをやっていくのか、ちょっと教えていただけますか。はい、そうですね、ゴールキーパーからディフェンスからしっかりつないでですね、しっかり足元を通して、ゴールを目指す。で、守備に攻撃はそうですけれども、守備に関しては攻守の切り替えをしっかりして、はい、攻撃からリズムを作って一つずつこなしていきたいなというふうに思ってます。はい、わかりました、ありがとうございます。質問としては、はい、以上です。今日はどうもお時間作っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼します。